いやー、価格高騰を続けるビットコインなんですけども、どうもですね、買われすぎなんで、こっから大量売却が始まるんではないかなっていうふうな見方もあるんですよね。まあ、諸説紛々なんで、全てはね、自分で判断して、自分で決済するという形になると思います。それではニュースの方を見てみましょうか。コインテレグラフの方なんですけども、これ見てください。ビットコインマイナーによる BTC 売却の恐れかということで、びっくりマークハテナがついてます。アナリストが危険水域と警告って書いてますけども、そうじゃない見解を出すアナリストさんもいらっしゃいますんでね。だからアナリストといっても、これ自称アナリストができますから、アナリストっていうのは誰かに認定を受けてアナリストって言われるわけではないですからね。まあ、ですので、諸説紛々だよってことを前提にちょっと記事の方を追っていきましょう。ここに書いてますように、ビットコインマイナーは BTC の売却量をどんどん縮小させているのですが、ある指標が正しければ大幅な価格調整を引き落とす懸念があるということです。まあ、これはね、言ってみればいつでも価格調整の懸念はあるわけですよね。まあ、いろいろと記事書いてますけども、値下がりの可能性あるよっていうふうに言われてるってことなんですよ。それは常になんで、この記事に書いてあることが特別かっていうと、そうでもないように私は見えますけどね。で、最後の方だけ見てみましょうか。このなんとかっていう数字が再び危険水域に接近していると。スイフト氏は買われすぎを示す赤いバンド部分に近づいているとコメントして、マイナーによる売却の恐れがあると警告していると。まあ、マイナーさんは売却するでしょうけども、その量ですよね。このラインですけども、何とも言えるじゃないですか、それはね。私はどうもね、意見はしっかり聞きますけども、この方の。だからといって、これからも上昇基調にあることは変わらないと思います。次の記事見てください。ビットコインは6万ドル台突破でもアナリストはまだ上昇余地大きいと分析と、別のアナリストさんはこう言ってるわけですよ。ですんで、アナリストって言っても、いろんなレベルの方、いろんな方向からね、ポジショントークする方がいるし、本当に純粋に自分の仮説を申し上げてるだけかもしれませんし、まあ、ヒントにはなると思いますけどもね。でも、アナリストさんにあんまり振り回されなくていいですよ。アナリストさんがもしね、本当に見識があるんだったら、すでにアナリストっていうふうに言われてないんじゃないかな。どうですかね。私はまあ、でも、それぞれの意見は、ああ、そういう角度から見たらそうなるのねってことはね、十分認識しますけども、でしょう。まあ、一意見に過ぎないかなというふうに考えて、最終的には自分の投資の力を使っていくしかないのかなと思いますよね。それがいいにつき悪いにつきですよ。ということで、ビットコインの価格調整が起きるかもしれないと。それは10万円の時でも100万円の時でも言われてましたんで、もうね、耳にタコでございます。もういろいろ言ってみてください。で、それに左右される人はそれに左右されちゃうだろうし、それも一つの意見としてね、広くものを考えられる方はきっと投資の世界で生き残っていくんではなかろうかと思っております。それでは。